皆さんこんにちは。4月6日土曜日、今日の箇所は列王記第一2章13から25節です。タイトルは隠せない野心、断固とした処罰です。列王記第一、2章、13節から25節。ある時、ハギテの子アドニアが、ソロモンの母、バテシェバのところにやってきた。バテシェバは、平和なことで来たのですか?と尋ねた。彼は、平和なことです。と答えて、さらに言った。お話ししたいことがあるのですが、すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように、王位は私のものでしたし、イスラエルは皆私が王になるのを期待していました。それなのに、王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。今、あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。バテシェバは彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。王がシュネム人の女アビシャグを私に妻として与えてくださるように。そこでバテシェバは、いいでしょう。私から王にあなたのことを話します。と言った。バテシェバは、アドニアのことを話すために、ソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女に礼をして、自分の王座に座った。王の母のために席が設けられ、彼女は王の右に座った。彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。断ることはしませんから。彼女は言った。シュネム人の女アビシャグをあなたの兄、アドニアに妻として与えてやってください。ソロモン王は母に答えた。なぜアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを願うのですか?彼は私の兄ですから、彼のためには王位を願った方が良いのではありませんか?彼のためにも祭司エブヤタルやゼルヤの子ヨアブのためにも。ソロモン王は主にかけて次のように誓った。アドニアがこういうことを言ってもなお自分の命を失わなかったなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。主は生きておられる。主は私を父ダビデの王座につかせて、私を固く立て、約束通り私のために家を建ててくださった。アドニアは今日殺されなければならない。こうしてソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので彼は死んだ。今日のお話の中心人物はアドニアという人です。ただしこれは良い面ではなく反面教師として私たちはこのアドニアから学ぶことになります。このアドニアというのはダビデの息子の一人です。この時代にはダビデはもうすでに亡くなっていました。そしてその後起こってきたのは王の継承者問題でした。この時正式にダビデから王位を引き継いだのはソロモンでした。そして
アドニアはこのソロモンとは母親の違う義理の兄でした。4月に入ってからのこのリビングライフの学びでもお分かる通りに、アドニアは一度、王位を狙って失敗してですね、そしてソロモンによって命だけは助けてもらっていたんです。しかしダビデ王が亡くなってすぐに再び野心を起こしたんですね。彼はソロモンの母、バテシェバのところにやってきて、頼み事を言います。それは、アビシャグという女性をですね、妻に欲しいということでした。このアビシャグというのは、かつてダビデ王の晩年にですね、彼のお世話係として仕えていた女性です。仕えていたと言いましても、単なる女中としてではなくて、妻のような立場であったと思われます。そのアビシャグを妻に欲しいというのは、どういうことでしょうか。この当時、先代の王のこの妻やすばめを妻に迎えるということは、それは王位を継承するという意味があったんですね。つまりアドニアは王位を継承することをまだ諦めていなかったんです。まず、このアビシャグを妻にするという既成事実を作っておいて、そこから再び王権を奪い取るチャンスをですね、伺おうとしていたんですね。アドニアが王位を諦めていなかったということは、2章15節のアドニアがバテシェバに語った言葉からもわかります。こう言ってるんですね。ご存知のように王位は私のものでした。イスラエルは皆私が王になるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。さあ、ここでアドニアはソロモンが王になったのは主によってだと、そう認めてるんですね。にもかかわらず王位を狙っています。これは彼の人間的な思いからだと思われます。ソロモン王の母バテシェバは、そのような企みには気づかずに、簡単にアドニアの願いをね、了承してしまうんですね。まるで気軽な感じで、いいですよ、自分からソロモンに頼んでおきますからね、と言ったんですね。アドニアはもちろん、直接ソロモンにこの願いを言うことはできなかったので、その母バテシェバを利用しようとしたんですね。人間が語る言葉の中には、いろんな企みが隠されていることがあります。注意していないと、その企みに乗せられてしまうことがあります。それはこの旧約時代から現代に至るまで何も変わっていないんですね。イエス様も弟子たちにこのように言っておられます。マタイの10章16節。いいですか？私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。私たちは神様から知恵をいただきましょう。さて、バテシェバが息子ソロモンのところへ行きまして、アドニアの願いを伝えると、すぐにソロモンは、このアドニアの企みに気づいたんですね。ソロモンは早速使いを使わして、アドニアを討ち取らせました。アドニアは、母親違いとはいえ、ソロモンにとっては兄です。兄弟間で、王位継承争いしているんですね。このようなことは何もイスラエルだけではなく、世界中で行われてきたことです。この日本の歴史を見ても、権力争いの連続です。しかしこれは単なる兄弟間の権力争いではないんですね。ソロモンは
神様から選ばれ王となったんです。第一歴代史28章5節から7節でダビデがこのように言っています。主は私に多くの子を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこう言われた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を作る。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王国を常しえまでも確立しよう。神が建てられたソロモン王の王座をアドニアは人間的な欲望で奪い取ろうとしたんですね。もちろんアドニアの言い分もあると思います。彼はダビデの四男でした。上の三人はすでに亡くなっていましたので、順番からすると自分が王位を継ぐはずだったんですね。彼はそれを当然の権利だと主張しました。権利に執着して権力を求めたんです。それは私たちにもあることかもしれません。執着を捨てきれずに、お金、地位、名誉に固執してしまう。罪人である限り、それらを捨てきれないんですね。しかしこのアドニアの件から私たちは何を学べるのでしょうか。その権利の中に神様を求めているかです。人間の権利や権力よりももっと上におられる神様を求めることです。アドニアは神様を求めず、あくまで人間的な思いだけで大いに固執したんですね。結果、それが悲劇を生んでしまい、アドニアは死ななければならなかったんです。私たちはまず神様を敬い、次に神様の立てられた秩序を尊重し、その上で神様の御心にかなった生き方をしていくべきです。肉の思いは人を破滅へと導きます。神様の思いを受け取っていきましょう。私たちは時として自分の権利を主張したい時があります。当然私はこれを受け取るべきだと。しかし人を陥れてまでそれを行うとするなら、それは神様の御心を損なうことです。そのような肉の行いはやがて自分をも損なってしまうことになります。権利、権力、地位、名誉などには肉のこの欲望が働きやすいんですね。だからこそ私たちは御霊によって歩まなければならないと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたを皆をあがめて感謝いたします。私たちは誰もが自分の権利やまた自分の欲望に弱いものです。そしてそういったものが私たち自身を損なうことがあります。どうぞ注意深く歩むことができるように、そして神様、聖霊様ご自身が私たちを導き、肉ではなく御霊によって歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。